볼까? マリカのファンの皆さん、こんにちは。酒井若菜です。何やってんの？何やってるの？全然喋んないじゃん。若菜ちゃんが、インスタライブをしていて、で、それを聞いてて、で、切れちゃったから、ライブしちゃっていうだけのやつなんだけど、久々にライブをしたら、すっごい恥ずかしくなっちゃって、すごい恥ずかしくて、今そういう感じ。そっか、何喋ればいいか分かんなかったんだ。そうだね。すごいな。すごい。すごい。そう。そうなの。照れちゃったのね。はずい。マリカ、今すっぴん？え、すっぴんじゃないよ。あ、すっぴんじゃほんと？ないよ。今、すっぴんじゃないくって、で、でも、今日朝5時ぐらいからだったから、だいぶハゲてきちゃって、だから今ちょっとメイクした。あ、そうなんライだ。ブした。相変わらず忙しいんだね。難しい。すごいね。インスタライブって恥ずかしいね。どうだろう。なんか私さ、まだ始めて1ヶ月も経ってないんだけど、なんか私はインスタライブがやりたくて始めたのね。そうなの？そうそう、写真っていうよりもライブがやりたいと思って。でも確かに第一声を喋るタイミング逃すと喋れなくなるのはなんかわかる気がする。わかるでしょ。恥ずかしい。あ、どうしたんだろう、今日は最も恥ずかしい。でもなんか元気そう。元気？すごい恥ずかしいな。すごい恥ずかしい。そう。ごめんね、若菜ちゃん。全然全然。今はまた作品中なの？そっか。なんかさ、こないだインスタにさ、台本を一気に読んだぞみたいなのを投稿してたじゃん。あれ？そう、あれを今日撮って、今日は、一人打ち上げみたいな日。今大事なのが終わって、それで、本当は今日遊びたいなって思ったけど、帰ってきちゃった。
そうなんだ。僕も分かんないけど、うん、で帰ってきたら、若菜ちゃんが、インスタライブやってて、それで見てた。ありがとうございます。はあ、ちょっと恥ずかしいね、若菜ちゃん。いやでもなんか、あれだな、なんかマリカの空気感に飲まれるわ。え？何しよう？あ、なんか私一人のライブの時はさ、うわーって喋るじゃん、すごいテンポ感で、でもなんかこう、なんか飲まれちゃう、見ちゃう。そう、私はなんか公式でやる前から見るだけのアカウントは持ってたのね、だからマリカのインスタライブちょいちょい見てたけど、不思議だよね、いつまでも見れちゃうよね。何なんだろう、なんでなんだろう。分かんない、恥ずかしい。ちなみにマリカと私は事務所が同じで、担当マネージャーも同じでっていう状況です。皆さん、若菜ちゃんのとこに入り込んできました。そっかそっか、うん、恥ずかしい、若菜ちゃん。うん。若菜ちゃんには甘えてばっかりだね。うん、ね、娘のような時はあるね。うん、SOS になったら若菜ちゃんにメールする、ね、はあ、確かに真夜中とかね、よくやり取りするよね。そう、うん、そう、若菜ちゃん助けてもらってばっかりです。いやいやいや、お互い様だよ。恥ずかしい、恥ずかしいな。あれじゃないの、あのアベマのやつやったあとってインスタライブやった？やったかな、え、やったかな、なんか見てないかも、見てない気がするんだけど。あの24時間テレビのあと？うん、もう記憶にないぐらいやってないかもしれない。そうだよね。うん。なんか、ちょっと、うん。なんかインスタライブ、うん、自粛中にやって、うん。そしたらなんかそれがテレビに出て、うん。インスタライブでなんかいじられてから、なんか恥ずかしくてあんまり やらなくなっちゃって。うんうん、いやすごいそのテレビは面白かったんだけど、うん、見た見た、あざとくてとか、うんうん、すごいそのテレビは面白かったんだけど、うん、なんか出てからインスタライブするのがなんかすごい恥ずかしくなっちゃって、うん、これあんまりやってなくて、ちょこちょことね、なんか何ヶ月かに1回たまにちょっとやるか、うん、そっかそっかそっか。マリカはなんかあざといみたいに言われることあるけど、あざとさと結構真逆な人だよね。そう、うん、そうか、
なんかお芝居上の見せ方とかはもちろんあるにしても、なんか松本まりかっていう人間自体はあざとさとは真逆な気がする。そうだね。そうかも。そうだね。なんかみんな、なんていうのかな、逆にこう、なんていうの、誰にでも公平に親切って感じのイメージ。え？ すごい嬉しい。嬉しいけど恥ずかしい。公平だと思う。なんかわーってこう感情が出る時も、なんか冷静な時も、なんか相手が偉い人だからとか年上だからとかじゃなくて、なんかとすごい若い人にも、なんかお偉いさんじゃない人にでも、なんか同じ対応してるっていうイメージ。あとずっと笑顔っていうイメージ。ああ、そうか。そうそう、マリカの体力えぐいよね。ああ、私は体力はあるね。うん。5年ぐらい風邪ひいてないもあ、そう。ん。過労みたいにはならないの？とりあえず、うん。2年ぐらい眠かったけど。2年ぐらい眠かった。年明けてからなんかちょっと寝れてるから最近人間になってきた気がする。人間らしい人間の生活に戻ってきたかな。なんか休むことが怖い時期もあったじゃん。とにかく突っ走らなきゃっていう、その時期も超えてっていう感じ？なんかうん。休む勇気を持てたかも。断る勇気っていうか、そう、やっぱ人間、キャパっていうものがあるんだ。マシュマシュマシュ。ヒューヒュー。マシュマシュマシュ。え？何？かき混ぜるか？かき混ぜないのかって？じゃあかき混ぜる。ここでする。
払ってんのかな。払ってないね、こんなちょっとで。向こう行く？じゃあ。ドデンデンデン、ドデンデンデン、ドデン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 、ドデンデンデン、ドン。行く、もっと行く。ドデンドデンドデンデン。12年もののウイスキーいただいた。ストローで飲まないよね。混ぜるちょうどさあ、あ、濃いな。私はナーブインスタを投稿しなくちゃいけません。あと1時間以内に、ウイスキー、濃い。よし、もち入れてこよう。一緒に行く？一緒に行く？一緒に行こうか、じゃあ。でんでんでん。の。覚えた。もう。ドデンデンデン、ドデンデンデン、ドンデン、ドデンデン、戻ってまいりました。何さだっけ、キンキン。ドデンデンデン、濃いって。濃いじゃん。ソースをいたしまして、失礼いたします。私、ソースをいたしまして、ちょっぴりこぼしてしまったの。
何にする、何投稿する、お家でお酒、ドデンデンデンって言う、おう、冷たい。宿題があるんだった。ねえ、ねえ、ねえ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 ねThank you.
そう。なんかさ、なんか最後こういうことしてないの？なんか酔っ払うとかさ、してなくない？してる？みんな。なんか、なんかさ、楽しい？みんな。ほら、インスタ投稿するべ。ほら、インスタ投稿するべ。オラ東京さ行くだとかいう歌なかったね。オラ東京さ行くだ。わかんないよ、わかんないよ。あ、おお、もう寝る？うん。楽しい？みんな。ん？楽しい？酔っ払った。嘘、酔っ払ってない。大して酔っ払ってない。大して酔っ払ってない。大して。笑ってない。ほら東京さ行くだ。ねえ、何を投稿したらいいかわからんよ。まあ別に大して酔っ払ってはいない。ほら東京さ行くだ。酔ってないっていう人は酔ってるっていう説あるけど、本当に大して酔っ払ってはない。まあでもちょっと楽しくある。ちょっといつもとは違うな。分かっておる。そう、お金もね、天気もね、な、ほら、こんな村嫌だ。誰かとコラボする？コラボ？誰？
投稿してるいいかわかんない。あ、これはどう？これマシマシ、うちのブランダに来た虫やだ、こういうのやだ、どういうのがいい。ほら東京さ、行くだ行くだ、カメムシなのこれ、これカメムシなの、え、そうなの。この子ね、何日もいたよ、うちに、うちのベランダに、同じとこに何日もいたの。あ、そう、カメムシ、そう、あっちいな、あっちいくなったな。酔っ払っちゃった。知らなかった。今日何投稿していいかわからん、わからん、ちーや、ねえ、ちょねえ、本当に知ってる、一日一投稿してたの。やると決めたらやるのだ。自分が一番苦手なことをするの。自撮り？自撮りする？自撮り？してみる？こんなの何が楽しいの？これはやめよう、変だよ変だよ。今だから面白いけどさ、これ明日見たら後悔するやつじゃん。変だよ変だよ変だよ。こんなの投稿できないよ、変じゃん、変だよ変だよ。
見えるの？変だよ。こんなの投稿したらさ、消したくなるよ。変だよ。変じゃん。変だよ。チェンジ、チェンジ、チェンジ。え、こんなの投稿するの？こんなのいいの投稿して。え、ほんと？ドデンデンデン。変だよ、変だよ。ドデンデンデン。だってこれにドデンデンデンって言ったってさ、だってみんな意味わかんないよ。明日見たい人とか。どれだけ？ドデン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 デデン。この酔っ払ってんのさ、みんなでライブしてるの？変だよ。ドデンデンデン。変だって。どうするの？酔っ払いと。変じゃん。変だよ。ドデンドデンドデンデンデンドデン。今日現場の写真ない、撮り忘れちゃった。ドデンデンデンってなんだろうね、わかんない。もうかさっきからなんか思いついちゃった。変だよ。変だって。ドデンだけでいいの？んちょとでんでんでん。あー、うん、どないすんの？あー、今日はさ、
ち上げをしたかったからよかった。打ち上げしちゃったね。よかったじゃん。ねえねえねえ、何して遊ぶ？分かんない。どうしたらいいの？分かんない。変なの？変だよ。だって、すごい変。何？変じゃん。本当にあげんの？ねえ。赤い、ちょっと赤いじゃん。何、変じゃないと変とか言うの？ねえ、ちわるすんの？ちわるちゃん。あ、寝たとか言われた。赤いね。お風呂入れたのにさ、ねえ、ドデンデンデン、ド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 デン。東京さ、嫌だ。寝る？うん。あ、もうわからんち。分からんち、うん、やだ、分からんさ、したくない。やだ、絡んじゃう。やだ、変だよ、やっぱり変だよ。
って首がさ、ドデン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 デンデンデンド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 デン、覚えてなくない、全部覚えてる、記憶はなくさない。でもなんか変だよ、変じゃん、変だよ、変変変じゃん。やった、こんなのするの変じゃん、やば、赤真っ赤だな、真っ赤だな、寝る？うん、あ、ちょっと、もう、乗せなきゃ、ねえ、変じゃん、これ、変だよ、変じゃん、こんなの乗せていいのかな、乗していいの？本当？ドデンドデンデンデンドデンドデンデンデンド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 デンデンデン、変なの、変だよ、やだな、やめてよ、これさ、残すの、今日のみんなの、今日見てるみんなだけのにして、願い、願いだから、いけ、二度目禁止。オッケー。オッケー。変だよ、これ。どうすんの？やだ。変じゃん。変だよ。
ドテンテンテン。変なの。変なの。変なの変なの もうこんな時間になっちゃった。もうバイバイする？バイバイしよう。ね。もう何を投稿したらいいかわからん。明日も2月何？どうする？どうする？変なの。変じゃんこれ。分かんないよ。もういいか。分かんないじゃん。もう分かんないじゃん。分かんないから。ドテンドテンドテン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 ドテンドテン。もういっか。ハッシュタグ何にする？変だよこれ。すっごい変。やだな。松本とデンマリカ。
変だよ。変なの。変じゃん。すっごい。超変じゃん。変なの。え？もう寝る？もう寝る？ちょっと待ってね。すぐ終わるから。一人さえ行こうかな。もういいや。分かんない。みんな寝ないよ。もう。ないの？寝ないですか？もう変なの投稿するよ。いいんだね。じゃあみんなはいいねする？いいねしてくれる？今投稿したら。変だよこれやっぱり。変なの。やだ。頑張ろう。一枚目これ。これか、これか、これ変だよ。こっちとこっちどっちがいい？こっちとこっち。笑っちゃった。もう寝よう。何するって、あ、いいねするってこと？あれ？なんか1時間で切れないね。あ、さ、こっちどうする？もうあと 2% だから、
もう切れるわ。もう 10.2%。 あ、1%。 バイバイ。おやすみ。じゃあね。バイバイ。もう切れるから。じゃあ、もう少し投稿するね。ありがとう。バイバイ。切れないね。どうすんの？この酔っ払ってさ、一人でさ、酔っ払ってさ、楽しくないじゃん。どうする？ねえ、どうする？じゃあまたね、何ヶ月か後に See you いい暇つぶしになった？意外と iPad の 1% って切れない。